歌うんだね、響ちゃん。そんな、黒井社長、前に言ってくれたことと違うよ。あれ、嘘だったの？黒いプロの黒井社長と響ちゃんですね。なんだか揉めてるみたいですけど。でも、ここにいたらすぐに響ちゃんたちに見つかっちゃいそうですよ。おや、そこにいるのはナムコプロの諸君じゃないかね。やっぱりこんなところで私たちの話を立ち聞きするとは非常識な人たちだな。相変わらず口の減らない男だ。では失礼。君たちと話すのは時間の無駄なのでね。こんなこと言うと失礼だけど、でも感じ悪いですね。しかもこの大事な時に響ちゃんを置いてどこか行っちゃうなんてひどいよ。黒井社長、客席に行っただけだよ。黒井社長はオーディションも本番もアイドルに付き添わないから。だいたいなんで遥が自分のためにそんなに怒るんだよ。関係ないのにさ。関係なくないよ。悲しい思いしてる女の子がいたら助けるのが普通でしょ。プロデューサーさんはいつも私にそうしてくれてるよ。そうですよね、プロデューサーさん。ふーん、そうなんだ。でも今は人の心配なんかしてる時じゃないぞ、はるか。アイドルアルティメイトで勝つのは一人なんだからね。ナムコプロでぬくぬく育ったはるかごときに自分は負けるつもりないから。じゃあ本番で。あ、ひびきちゃん、何か辛いことがあるなら相談してくれればいいのに。分かってます。アイドルアルティメイトに集中ですよね。じゃあ私着替えてきますね。